はい、こんにちは、ギタリストの竹下敦です。本日ね、ケン中島さん、音楽評論家のケン中島さんから、パジャマのテーマ、パジャマ、帰ってきたパジャマのテーマいいよっていう、お褒めの言葉をいただきました。ありがとうございますですね。あの曲の中で、ドラムのね、音が入っているんですが、それはですね、これを使っております。これはね、家内がプレゼント、私の誕生日にプレゼントしてくれた髪の毛のね、頭皮のマッサージをするグッズなんですけど、これでマイクをこう叩いております。でこうすることで、あのドラムのね、チャカ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 、ちょっとスネアの音とも違うハイハットのね、ちょっとクローズドとオープンのね、こういうチッチッチッっていう、あれを表現しています。でバスドラなんですが、床を踏んでます、このように。でギターですが、レスポールジュニアを使ってます。はい、こちらの、ね、おなじみの、P90、これをね、トーンを10にしております。もう本当に明るくですよ。でこんな感じです。YouTube の方で公開してますので、一緒に歌っていただきたいと思いますが、そうやってね、こんなね、お耳押しをするような歌でも、いいとおっしゃってくださる方がいる、ファンがいるというのはね、とても嬉しいことになります。明日はね、黒沢音楽学院の、ボーカルのね、ボイストレーニングも初めて受けます。受けさせていただけることになりました。ありがとうございます。断られる人もいるそうですよ。断られる人もいる中でね、受けさせていただけるというのは大変ありがたいことであります。そしてね、まあ当然今の時点ではね、私の歌は下手ですよ。ただね、やっぱりプロのレッスンを受けてどう変化するのか、ぜひその変化をね、見ていただきたいと思います。そんな意味でもね、一度私の下手なね、歌を聴いて、あ、こいつ下手だなって、俺の方が上手いんじゃん、まあ、確かにあなたも上手いと思いますよ。はい、それをね、プロのレッスンを受けて、あ、これはさすがにプロのレッスンを受けたんだなって思うような結果になるんだと思うんです。さすがに黒沢明さんの音楽教師ですから、そういうところの意味でもどういう風に変化していくのか、ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。それでは、ギタリストの竹下敦がお送りしました。歌も上手くなるといいなと思いながらね、はい、それでは失礼します。はい、音楽は楽しいです。それでは。